自由民主党の総裁の菅義偉であります。都道府県の皆さんには日頃から党勢拡大のために大変なご尽力をいただいていますことに改めて御礼を申し上げる次第でございます。実は私自身野党時代に組織運動本部長を務めておりまして、当時政権奪還に向けて都道府県連の幹事長をはじめとする役員の皆さんとブロック会議などで膝詰めの意見交換をしてきたことを今大変懐かしく思っているところであります。まず新型コロナウイルスでありますけれども、一昨日政府の対策本部を開き、国民の皆さんの命と暮らしを守るため私から対策を指示しました。まずは重症化しやすい高齢者の方々をお守りするために、医療機関や介護施設で集中的な検査を全額国費で実施をしたい、このように思います。また GoTo トラベルについては、感染が拡大している地域を一時停止するなどの措置を導入したいと思います。さらに飲食店対策でありますけれども、営業時間の短縮などに対して500億円の交付金で支援をいたします。 GoTo イートについては新規発行の一時停止などの検討を自治体に要請をいたします。その上で国民の皆さんに私からぜひこの感染症対策として協力をお願いをしたいと思います。それは会食時のマスクの着用であります。話すときはぜひマスクを着用してほしいということであります。それは世界一のスーパーコンピューター富岳、この富岳でも効果が立証されております。マスク、手洗い、3密といった基本的な感染対策を今一度呼びかけをさせていただきます。どうぞ皆さんにもそれぞれの地域でご協力を輪を広げていただきたいと思います。まずは感染対策を万全なものとし、その上で経済を回復させていくために、現在年末に向けて経済対策、補正予算を策定をいたします。医療機関の支援などの感染対策、雇用や事業の支援、近年の災害に対応した国土強靭化、ポストコロナに向けたデジタル化や脱炭素など、それぞれの課題について各地域のご意見を伺いながら具体策を作っていきたいと思います。世界に目を転ずれば、我が国を取り巻く安全保障環境というのは一層厳しくなっております。我が国の国益を守り抜くため、日米同盟を築きとして積極的外交を展開していく決意であります。自由で開かれたインド太平洋の実現、北朝鮮による拉致問題の解決などの諸課題に全力で取り組んでまいります。私は雪深い秋田の農家に生まれ、血縁血縁のない横浜でまさにゼロからスタート、政治の世界に飛び込みました。地方に活力なくして日本の活力なし、こうした一貫した思いの中で総務大臣に就任したときにふるさと納税を作りました。今では年間約5000億円ご利用いただいています。また企業版ふるさと納税も大幅に改善をいたしております。国民の皆さんにとって何が当たり前なのか、そうしたことを見極めながら役所の縦割り、既得権益、悪しき前例主義を打破して規制改革を進め、国民のために働く内閣、そして自民党として皆さんのご期待にお応えをしていきたい、このように思います。本日はコロナウイルスのためにデジタル技術を駆使してのリモート対話でありますけれども、忌憚のない意見交換ができることを期待をいたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。